皆さんこんにちは、リオナリです、タイに移住してるんですけど、日本に一時帰国するのでパッキングします。はい、というわけでパッキング動画です。いつ帰るのかというと、今から1時間後です。1時間後には家を出ないといけないんですけど、まだ何にもしてません。何もパッキングしてません。僕はね、いつもこんな感じですね。まあ、なんとかなるやろっていう感じで、いつも1時間前ぐらいにはやってますけど、パッキングしていきます。今回はね、ちなみに今回の一時帰国は僕一人で帰国するんですよ。いつもはね、家族3人で帰国してるんですけど、今回は一人だけで行きます。僕の友達の結婚式がね、日本でね、たまたま1週間違いで2回やって、でそこに行くので、僕だけ今回は帰ります。で10日間帰ります。なので日本で過ごす10日間用のパッキングを今からしていきますけども、10日間のパッキングでこんなでかいキャリーケース2個も使うのって思ったと思うんですけど、さすがに2個は使いません。はい、これは我が家にある、キャリーケースのうちの2つですね。全部で3つぐらいあるのかな。そのうちの2つで、でかい方2つです。はい、なんでこんな10日間でね、この2つも出してるかっていうと、今ちょっと迷ってて、どっちで行こうかなって。本来だったらですよ。本来俺一人で行くのであれば、こんなスーツケースは絶対使いません。はい、絶対使わずにもうリュック1個のみで行きます。多分僕はですね、3日間だろうが1週間だろうが10日間だろうが1ヶ月だろうが2ヶ月だろうが1年だろうが、多分これ1個で行きますね。もし独り身だったら、正直なんとかなる。最低限のものさえ持っていけばね、パッキングなんてどうとでもなるんです。ですけども今回は、このスーツケースで、なんでかっていうと、行きは荷物全然ないんだけど、帰りがね、今回ねめっちゃ多分荷物あるんですよ。先日ね、Amazon プライムデーセールあったでしょ。 Amazon プライムデーセール、あれでめっちゃいろいろ買ったんですよ。めっちゃいろいろ買って、俺の実家にね送ってるんです。それを回収したいんですよ。日用品とか、あとは YouTube で使う機材とか、あとは、トニーのおもちゃとか、あとは俺のおもちゃとか、あと俺のおもちゃとか、日本にいっぱいあるんですよ。それをちょっと持って帰らないといけないんで、でかキャリーケースで行きます。帰りはパンパンになると思うんだけど、多分分かんないけど、はい、うわ、俺旅行行くので一人だけでキャリーケース使うの初めてだ。さあ詰めていきますか。まず、荷物はこのでっかいキャリーケースと、あとは、このリュックも持っていきます。本当にね、結構いろいろ買ったし、多分向こう行ってもいろいろ買うんじゃないかなと思うんで、一応こっちがパンパンになってもこっちに握られるように、デカめのリュック着ていきます。これかなりでかいんですよ。このリュックニューエラのリュックで、これね超でかいんですよ。このリュックなんかこう開けるところがこうめっちゃ3口ぐらいあるっていう、すごい、めっちゃ入ります。これと、あとこのちっちゃい手荷物用のカバン、この3つかな。これで行こうかなと思ってます。こういうのがあるとね、すごい便利なんだよね。じゃあまずは絶対に必要なものから。まずこちら、パスポート。はい、これ絶対に必要、これいいですよ。はい、こちらタイでパスポートケース作りました。100バーツくらいで作りました。すげえ気に入ってます。結構いろんなところで作れるんですけど、僕はこれはね、どこだっけな、プラチナムファッションモールで作ったかな。有名どころだとビッグ C のラチャダムリ店とかでも作れますね。だいたい100バーツぐらいで作れると思います。めっちゃいいです。あと財布、はい、2番目に重要、財布ね。この財布すげえ気に入ってます。これは今年の誕生日にさきちゃんが俺に買ってくれた革の財布、もう色触りまくって色がいい感じに自分色になってきました。財布も入れる。はい、そしてスマホね、スマホももちろん大事。はい、これで、はい、とりあえずこれでなんとかなる。この3つさえあればなんとかなるから、旅なんて。重要なところはこんなもんで、キャリーに服入れてっか。服入れていきましょう。はい、まずは下着類かな。はい、今回10日間ということなんですけど、下着は、パンツ2枚。はい、以上。これなんで2枚かっていうと、理由がありまして、このパンツが結構ねボロボロになってきたんですよ。これ日本でね買ったんですけど、一時帰国のたびにパンツ日本で買ってます。やっぱりね、タイにも売ってるんですけど、品質的に言うと日本の方がやっぱ良くて、で俺は GU がすごいコスパ的には最強だなって思ってるんですけど、 GU ってタイにないんですよ。なので
今回もね、一時帰国の時に GU でいろいろ下着類を買おうと思ってるんで、現地調達ということで最低限2つだけで、靴下これは、結婚式に出るんで結婚式用の靴下ね、まあこれも1個でいいでしょう、はい、2回出るけど、まあ真ん中で選択すりゃいいんで、はい、はい、これで OK、はい、これを、このプレイステーションポーチにぶっ込みます。これかわいいよね、はい、はい、で次寝巻き用の、これズボン、はい、これはバスケットパンツみたいな、触り心地が、履き心地がすごい、これバスパン、うん、バスパンが一番ね、寝るのにはね、いいと思ってる、俺は一番寝るのに適してると思ってる、はい、はい、次寝巻き用の T シャツね。寝巻き用の T シャツは、はい、1枚、はい、1枚です。1枚で十分です。なんでかっていうと、今回ね、実家に泊まるんで、実家にね、着替えが何個かもうストックとして置いてあるんで、持っていく荷物は少なくていいんですよ、はい、なので寝巻きは1枚で OK です。本当はね、持ってかなくてもいいレベルなんですけど、今回ね、初日が大阪に行くんですよ。大阪で友達の結婚式がまずあって、でそこに出て、でそっから、東京に行くんで、なのでまず大阪着いて、でビログ旅のオフ会して、でそして、次の日結婚式で、その日の夜に、東京に行くので、1日分あれば OK、 寝巻きは大丈夫。はい、次 T シャツは、2枚でいいかなって思うんですけど、実家にもあるんで、まあ、一応3枚、いやでも2枚でいいか、2枚でいいや、2枚あればいいですね。だって着ていくやつで、飛行機で今夜の8時半なんですけど、深夜便に乗って行くので、だからまず今から着ていくやつで行くでしょ、で次の日1枚でしょ、でその次の日に1枚あればいいから、まあ2枚あればいいよなと思う、いけるでしょ、まあ、最悪ね、 T シャツなんてものは現地調達すればいいんですよ、うん、あの GU とかでね、めっちゃ安いやつ買えばいいと思います。はい、今回選んだ T シャツはこれね、ゴールデンレトリバー T シャツ、ザ・ベストフレンドゴールデン、これ気に入ってます。ゴールデンレトリバー、大型犬好きなんですよ。はい、これ T シャツ、これね、タイのブランドで、なんていうんだ、ユエドパオかな、わかんないんだけど、この T シャツめっちゃいいんですよ。1000円ぐらいで買えて、なんか品質もいいんですよ、ね、このブランドの T シャツめっちゃ持ってます俺。あのよく着てるオレンジの T シャツとか、これですね、あ、ここにもあるけど、これそうですね、めっちゃいいこれ。はい、服終わり。すげえスカスカになっちゃうな、これ大丈夫かな、んか立てた時にぐしゃってなっちゃう、大丈夫これ、まあいいか。あ、次これじゃーん。はい、これは結婚式用のスーツです。スーツオーダーメイドでタイで作ったんですよ。はい、動画はこちらご覧ください。これはもうすごいお気に入り、今回の結婚式のために作りました。最高です。これからいっぱい来ます。機会があるかわからないけど、いっぱい来たい。そして、これは、このタイのスーパートップスの袋に入っている靴ですね、スーツ用の革靴、はい、これ持ってきます。はい、本当は多分なんか箱とかに入れた方がね、型崩れしないと思うんですけど、ちょっとあまりにズボラ、あのちょっとめんどくさいんで、これでいきます。まあ大丈夫でしょう。はい、これで OK。 そしたらあとなんだ、あと何が必要、いるものある、終わり、あ、これを忘れちゃいけなかった、エアタグ。これはね、絶対にキャリーに入れときましょう。これも適当にキャリーケースの中にぶち込んでおきます。これがあることによってキャリーケースがロストバゲージしても大丈夫という優れもの。次はこれだ、ドドン、今回買ったお土産、日本へのお土産類、これをね詰め込んでいきます。これどうしようかな、こっち側に詰め込むか、こっち側にね、いっぱい買ったよ。はい、何買ったのかはこちらの動画をご覧ください。はい、これをもうガンガン詰めていきます。パズルだな、これをこうやって詰めて。ちなみになんですが、僕はパッキングがすごい雑だと思うので、多分丁寧にやりたい人からしたら、あのすんごい下手くそなテトリスを見てるみたいな感覚に陥ると思うんですけど、ご容赦ください。これでけえ、これでけえ、これでけえな、これはいい、これはいいや、よいしょよいしょ、はい、オッケー。お、あ、結構綺麗に入れられた気がする。あ、いいんじゃない、まあ、ちょっとなんか隙間あるけど、うん、一
旦これで締めようか。はい、お土産ゾーン、はい、オッケー。そしたら、あとは小物類かな。小物類をこっちのリュックに詰めていきましょうか。パソコン、これはすごい大事です。もう本当はね、パソコンはね持っていきたくはないです、重いから、うん、で今回10日間だけだし、10日間も予定詰め込みしてきたんで、多分作業の時間はそんなに取れないんですけど、まあ、何かねあった時とか、あとなんか急にあの動画の修正したりとか、本当はね重いから持っていきたくないんですけど、やっぱりね YouTuber たるものパソコンは大事ということで持っていきます。使う機会はなんやかんやあるからね。パソコン持っていくんで、イヤホンもですね、はい、これは適当にぐるぐる巻いて適当なポケットにぶち込む、あとはこれ大事、メガネです。僕はね目めっちゃ悪いんですよ実は。普段動画ではメガネつけませんけど、めっちゃ目悪いんで、もうメガネは絶対にないと困る、はい、ちなみにメガネケースはこのゾフでもらったね、メガネを買った時にもうついてきたやつがめっちゃいい。これ薄いし頑丈だしでめちゃくちゃいい。もうメガネケースはもう本当に薄いに越したことはない、薄さ第一、はい、これもぶち込んでいく。で目が悪いので、普段はコンタクトなんで、コンタクトぎっしり、これはね30日間分ぐらい入ってます。これも大事、だいたいね3倍ぐらい持ってった方がいいですね、メガネコンタクト系っていうのは。なんかあってすぐ帰れないってなった時も対応できるように、はい、でこちらもコンタクトですね、これ中に入ってます。1個しか入ってないけど、ちょっと2個ぐらい入れとくか。これはちっこいカバンに入れとく用ですね。でっかいカバンにも入れといて、ちっこいカバンにも一応入れとく。俺はコンタクトはもう全てのカバンに最低1個は絶対入れるようにしておきます。普段から最低1個は絶対入れるようにしてます。これちっちゃいな、ちっちゃいな、これもうちょいでかい、こっちにするか、こっちにしよう。本当はこんぐらいの小ささが良かったけど、さっき入れたやつこっちに移動させます。ほんで次は、モバイルバッテリーだね。モバイルバッテリー、これは超大容量の 15,000mAh ですね、はい、こんなでかいのね、そんなにいらないんだけど、これあるとね、いろいろもう全てのものが充電できるんで持ち歩いてます。これはねかなりちょっと重いんですが、ここをカチッてやるとコンセントになるし、ここに、USB と普通 Type-C があるんで、これでパソコンの給電とかもできます。 20W と 22.5W 出るやつで、しかもこれケーブルがこれもう直でついてるっていう、しかもこれライトニングケーブルとタイプ C が2つあるっていう、まあ、ライトニング俺ね今もう iPhone じゃないんで使ってないんですけど、これ便利、これタイで買いました。これは、こっちに入れられないんで手荷物でこの中ぶち込んでおきましょう。モバイルバッテリーは長時間のフライトだと非常に役に立ちますね。次、ケーブル類、コンセント類です。僕はもうこれをそのまま持ってきます、これはタイプ C とあとこの俺の今つけてるスマートウォッチを充電する専用のケーブルみたいなやつ。基本タイプ C のケーブルさえあればどうにでもなりますね。今持ってる機械がほとんどタイプ C 系なので、カメラもスマホもパソコンも全部これでいけますね。はい、これ適当にくるくるして、はい、このチーカワの、はい、このちっちゃいミニバッグにここに入れる、はい、これで OK。 でこれもここぶち込むと、はい、で次 iPad、 はい、これも大事、これで、機内の、6時間ぐらいのフライトを乗り切ります、うん、まあ、夜なんでね、もうすぐ俺は寝ちゃうんですけど一応持ってきます、はい、大体いつも見たい映画をダウンロードして持っていきます。で今回はデッドプール1、2をディズニープラスのダウンロードのやつでダウンロードしました。これで Wi-Fi をつながなくても見れるというやつです。ちょうどね帰国中にデッドプール3が公開されるんですよ。でそれ友達と見に行くんで、それの、復習ついでにですね見返します。1、2を。で次イヤホンですね。これイヤホンワイヤレス、あれ入ってない、あれどうだこれよくあるんだよ俺、イヤホンがないっていう。どうだ、イヤホンどっか行った、ありました、さっき入ってたズボンのポケットに入ってました。あ、生きててめっちゃなえることの一つにさ、出かけ先でこうワイヤレスイヤホンパカって開いたら中身がないっていうのがランクインすると思いませんか。僕はランクインしてます。あれ最悪なんだよな。ワイヤレスイヤホンはこっちだね、よく使う方。あとは薬回り、
はい、なんかあった時に痛み止めとか、あと普段飲んでる薬とか、あとはこれカロリミット。日本でめちゃくちゃいろいろ食べるんで、これ大事でしょ。前回の一時帰国の時に買ったやつがまだ余ってます。あとこれ、飴ちゃん、なんか口寂しい時に飴ちゃん舐めたくなるでしょ。あとズボンなんですけど、さっきズボンをね入れてなかったと思うんですよね。ズボンはですね、これ1本でいきます。はい、まあ、なんでかっていうと、実家にねズボン置いてるっていうのと、あとはこれねちょっと見てほしいんですけど、これ実はあのここ穴が開いてるんですよ。これすごい気に入ってたズボンなんですけど、あの GU で2000円ぐらいで買ったズボンなんですけど、ここにね穴が開いてまして、これ穴開いてるんですけど、場所が場所ということもあってね、まだ使い続けてるんですけど、そろそろもうさすがに捨てたいなと思ってて、でどうせ捨てるんだったら、今こうやってタイで日本に帰って、その時にこう着ていって、で日本に着いたらズボン買って、でこれ捨てるみたいな、うん、そしたら帰りの荷物減るしめっちゃいいやんと思って、これを履いていきます。だからこいつのラストランです。まあ行きはねちょっと穴開いたままあの飛行機とかね乗るんですけど、もう誰もね見てないです僕の股間なんて、はい、だから大丈夫です。あとこれね、スイッチね、任天堂スイッチ、スイッチ持ってきます。正直ね、あのスイッチで遊ぶ時間ね多分ないと思うんですよ、うん、おそらくないと思う、ないと思うんだけど、やっぱりスイッチが手元にあるってだけでこう安心感が違うんで、あのスイッチ持ってきます。やっぱりねスイッチがね手元にあるってだけでね安心感が違うんですよ。心の持ちようが全然違うということで、スイッチは持っていきます。暇な時にいつでもこれで遊べるし、まあ、暇な時があるかわからないけど、うん、これがあることによってこうなんか安心するし、持っていこう。スイッチはね心の余裕につながりますんで、よし。そうだな、結構予想外にここがスカスカになったんで、このカバンも入れとくか、このカバンも入れときましょうか。なんかすげえスカスカだし、うん、これ入れとこう。これ斜め掛けのカバンなんですけど、もし帰り、荷物がもうこれもパンパン、これもパンパンってなった時に、なんか紙袋かなんかでこうやって持ってってなると手が塞がるのすごい嫌なんで、だったらこれしょってこれかけてでキャリー運ぶみたいな、そっちの方がいいから、これ持ってこう。これ入れましょう。このカバンねすげえ気に入ってます。タイで買いました。めっちゃいいサイズなんだよね。これ入れてよいしょ。でこれをこうやって締めてと OK で、あとはこれかな、トランスフォーマーですね。はい、お気に入りのトランスフォーマーを持ってきます。やっぱりねトランスフォーマーは心の余裕なんで、こう暇な時にこうやって変形させるのが楽しいんですよ。はい、トランスフォーマー持ってきます。お気に入りの1台です、はい、これロボットに変形するんでおすすめです。あのパッキングにおすすめです。これを、適当にぶっ込んでいきます。 OK。 はい、こんなところかな、こんなところですかね。はい、よし、これで大丈夫かな。あとは、まあ、足りなくなったら最悪ね、最悪現地調達すればいいんで。はい、そんなわけでパッキング完了です。これで、ただいまの時刻が、出発15分前ということで、なんとか間に合いました。なんか入れ忘れたもんな。あ、危ない危ない危ない、忘れた、ヒゲ剃り、ヒゲ剃り忘れてました。ヒゲ剃り忘れてた。あ、危ない、ヘアワックス忘れてました。結婚式なんでね、危ない危ない。はい、今度こそ完璧に大丈夫だと思います。そんなわけで今日から、10日間日本楽しんできます。ビログ旅のオフ会も、大阪と東京でやるんですけど、すごい楽しみです。来られる方何卒よろしくお願いします。では気をつけて行ってきます。バイバイ。大丈夫、 OK。 はい、じゃあ気をつけて、うん、行ってきます。いってらっしゃい。ごめんね、ありがとう。うん、気をつけてね、うん、せっかくなら楽しんでおいで。うん、オフ会もね、うん、例のものよろしくね。例のもの、うん、任せておけ、うん、頑張ったから、うん、結婚式の川口さんも欲しい。スーツ持った。大丈夫大丈夫、ハンカチとかねえよ。ハンカチないの？タオルの1個も？暑いで、日本タイより暑いよ今。熱中症がすごい相次いでるらしいよ。大丈夫か？ほんまに水分補給忘れずにね、うん、あのエアコンのない部屋では寝ないことね、うん、ほんまにほんまにニュースでやってたんよ日本の、うん、熱中症今めっちゃすごいらしいから、うん、お母さんごめんね、うん、一人で。
迷惑かけるから。うん。帰ってきたらもう全部やってな。オッケー。よし、じゃあ。はい。じゃあ参ります。いってらっしゃい。どっち？最後までご視聴ありがとうございました。メンバーシップでは毎週土曜日に生配信、そして毎週水曜日に限定のラジオ動画をアップしてます。過去の動画すべて見放題なので、はい、よかったらぜひメンバーシップの方もよろしくお願いします。お願いします。